pH 測定からいきます。 7.99 微妙に全部アルカリ性ですね。それでは次亜塩酸濃度いきます。ピッ、全く反応しないですね。これは水になっちゃってんですかね。かなり予想外の結果ですね。これ別に EDTA とか入ってないんですけどね。こんにちは、こんばんは、吉岡秀樹です。みんな大好き大人の科学実験の時間です。先週直射日光や紫外線を使って次亜塩酸水溶液を分解してみたら3つのことが分かりましたよっていう内容の動画をアップしました。今回は使う製品を変えてみて同じような実験をして確認してみることにしました。コメントでリクエストをいただいていたジクロロイソシアヌル酸ナトリウム製品、ジアテクター P で生成した次亜塩酸水溶液、これを実験材料に採用しました。まずはこのジアテクター P を使った実験です。どのような結果になるんでしょうか。実験、ここにクリアカップに入れた3種類の水溶液があります。中身は1ヶ月前にジクロロイソシアヌル酸ナトリウムのパウダーから作った次亜塩酸水溶液をクリアカップに入れて室内で8時間放置したもの、紫外線殺菌機に入れて殺菌灯の光に8時間さらしたもの、そして屋外に置いて8時間直射日光にさらしたものです。この8時間でどのような差が出るのか、デジタルのpH 測定器と次亜塩酸濃度、有効塩素濃度を測る試験紙を使って調べていきたいと思います。次亜塩酸の濃度、有効塩素濃度はいつもの共立理化学研究所の次亜塩酸試験紙と日産化学株式会社の日産アクアチェック HC を使っていきます。それでは室内に放置したものから参りましょう。 pH 測定いきます。 6.50。 それでは次亜塩酸濃度測っていきます。ちょこ、どうでしょう。 100ppm を目指して1ヶ月前に作ったんですが、同じぐらい、少し薄くなってますかね。どうでしょうか。25は超えてて50ぐらい、100は行ってないですね。それでは殺菌灯の光に8時間さらしたもの参りましょう。 pH からいきます。ピッ、 6.22。 それでは次亜塩酸濃度を測っていきます。ちょぽっ、50ぐらい、100は行ってないですね。25よりは濃いですね。やはり50ぐらいでしょうか。それでは直射日光に8時間さらしたものです。 pH 測定参りましょう。ピッ、 6.05。 どんどん下がっていきますね。では次亜塩酸濃度を測っていきます。ちょぽっ、どうでしょう。やっぱり50ぐらいですかね。こちらはどうでしょう。25よりは濃いかな。50に届いてるか届いてないかっていう感じですね。100には届いてません。はい、解説します。次亜塩素酸生成パウダーとも呼ばれるジクロロイソシアヌル酸ナトリウムについては以前の動画で詳しく話をしているので、まだご覧になってない方はそちらを後でご覧ください。次亜塩素酸の濃度は大きな差は見られませんでしたが、酸性度 pH には変化が見られましたね。今回も前回と同様グラフにまとめてみました。やはり殺菌灯の紫外線よりも直射日光の方が分解が進むようで pH が下がっていましたね。今回1ヶ月前に作ったものを使ったんですが、濃度はある程度保たれていることが分かりました。ちなみにジクロロイソシアヌル酸ナトリウム製品はプールの消毒剤とかお風呂の洗浄剤としてよく使われています。そして使用上の注意事項として pH が下がってきたら pH 調整剤をプールに入れて pH を上げるようにしてくださいと書かれていたりします。お風呂の洗浄剤の場合はそういうことは書かれてないと思うんですけどね。なので次亜塩素酸の消耗が進むとどんどん酸性化していくっていうことですね。それが確認された形になりました。では対抗馬としての炭酸系次亜塩素酸水溶液ジアニストを使った実験参りましょう。実
見。炭酸系の次亜塩素酸水ジアニストを使っていきます。原液は 500ppm なので5倍希釈して 100ppm のものを作りました。これをクリアカップに入れて室内で8時間、紫外線殺菌機に入れて殺菌灯の光で8時間、こちらは屋外の直射日光が当たるところに8時間置いておきました。今から酸性度 pH と次亜塩素酸濃度有効塩素濃度を測っていきます。それでは室内に放置したものから参りましょう。 pH 測定いきます。ピッ、およよよよ、 8.30。 では次亜塩素酸濃度いきます。ピッ、 100ppm ぐらいですね。こちらどうでしょう。25より濃いですね。50よりも濃いですね。100ぐらい、50と100の間ですよね。それでは紫外線殺菌機に入れたもの pH 測定いきます。ピッ、おー、 8.27。 それでは次亜塩素酸濃度いきます。ピッ、まあまあさっきと同じぐらいでしょうか。100ぐらいに見えますね。25よりは濃くて50よりも濃い、100はいってないかなっていう感じですね。それでは直射日光にさらしたもの pH 測定からいきます。ピッ、ほほほほほ、 7.99。 微妙に全部アルカリ性ですね。それでは次亜塩素酸濃度いきます。ピッ、おお、およよ、全く反応しないですね。これは水になっちゃってんですかね。かなり予想外の結果ですね、これ。別に EDTA とか入ってないんですけどね。あまりにも予想外の結果だったので、他の炭酸系次亜塩素酸水と一緒に直射日光にさらして、改めて確認していきたいと思います。はい、解説になるかわかりませんが喋りまーす。以前、自作した炭酸系次亜塩素酸水溶液を使って3ヶ月室内に放置したものを調べました。その動画のリンクは概要欄に貼っておきますが、3ヶ月経っても次亜塩素酸濃度有効塩素濃度はゼロにはなってなかったですよね。ただし酸性度 pH は上がっていて、重曹と同じぐらいの弱アルカリ性になっていました。こういう背景があったので、 pH が上がって弱アルカリ性になるっていうのは想定内だったんですが、直射日光に当てたものがこれらの試験紙が全く反応しないっていう想定外の結果になりました。この実験の後で8時間耐久のために作った5倍希釈液 100ppm に調整したジアニストの pH を測ってみたら 7.52 だったんですね。もうすでに炭酸が抜けていたのかもしれませんね。ちょっとそこら辺はよくわからないんですけど、で最初の実験とグラフを重ねてみます。炭酸系のジアニストは分解が進んでも酸性化はしないっていうことが分かりました。炭酸系は pH がやっぱり下がらないんだねっていう結論が導き出される予定だったんですけど、次亜塩素酸濃度有効塩素濃度が急になくなってしまうっていう衝撃の結果になってしまいました。このパッケージの感じとかこのキャップとか割と好きなんですけどね、ちょっと残念です。炭酸系次亜塩素酸水溶液って割といいんじゃないかなって思ってただけに、この結果はちょっと受け止めづらいなってところです。実験中にも話したんですけど、何かしらのエラーがあった可能性もあるんで、直射日光に当てて比較するってことを改めて晴れている日に実験して確認するつもりです。追加の実験。8時間直射日光にさらしたら真っ白けで反応がなかったジアニストなんですけど、たまたま天気が良かったのでクリアカップに 100ppm で作ったジアニストを入れて直射日光に4時間、こちらは6時間さらしてみました。酸性度 pH と次亜塩素酸濃度有効塩素濃度を測っていきたいと思います。それではまず4時間さらしたもの参りましょう。
pH 測定いきます。ピッ 7.59。 それでは次亜塩酸濃度いきます。ピッ、すでに薄くなってますね。 25ppm いってないですね。こちらはどうでしょう。ゼロじゃないですね。でも25もいってないですね。これ測らなくてももう結果が見えちゃってるんですけど、いきましょうか。6時間直射日光にさらしたものです。 pH 測定いきます。ピッ、 7.86。 では次亜塩酸濃度いきます。ピッ、はい、もうほぼ反応ないですね。こちらどうでしょう。うん、ゼロじゃなかったですね。25には全然届いてないですね。比べましょう。こちらが4時間経ったもの、こちらが6時間経ったものです。直射日光にはだいぶ弱いですね。はい、ということで直射日光に当てるとガンガン無効化していってました。ちなみにこの写真はクリアカップに何か問題がないかっていう確認も兼ねて、直射日光に当て始めて2時間経った時点で有効塩素濃度が残っているかどうか確認した時のものです。残ってはいたんですけど、すでにちょっと薄まってる感はありますね。ちょっと諦めきれないんで、他の炭酸系次亜塩酸水溶液であればどうなるのか、似たような感じになってしまうのか、比較実験しようと思います。答えはやってみなくちゃわからないですからね。ということで、今日はジアテクター P とジアニストを使って直射日光に当てて分解実験をしてみました。参考になったよって方はグッドボタンを押してもらって、引き続きいろんな実験をしていくので、チャンネル登録がまだの方は見逃さないように今のうちにポチッと登録をしておいてください。ではまた次の動画で会いましょう。